はい、皆さん、こんにちは。これそれでは、今回なんですけども、楽天ペイ9月の10%ポイントバック、くら寿司やブックオフなどが対象のキャンペーン。ということで、今回は楽天ペイ9月のキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。 それでは早速、こちら対象店にて楽天ペアアプリご利用で10%ポイントバックということで、このキャンペーンもいつまで続くかわかりませんが、毎月恒例のキャンペーンとなっています。で、エントリー期間はすでに始まっていまして、8月の29日から9月の30日まで、そしてキャンペーンの期間は9月の2日から9月の30日までということになっています。そして気になる対象加盟店はこちらですね、薬の青木、アルペングループ、あのスポーツ用品が置いてるスポーツデポとかですね、あとはくら寿司、ブックオフ、 札幌ドラッグストア、ダンカン、カラオケの鉄人という、この7つが今回の対象加盟店ということですね。ちなみに、このくら寿司は9月の10日から、ブックオフは9月の5日から、札幌ドラッグストアに関しては9月の2日からのスタートになってますので、それぞれ日にちを間違えないようにお気をつけください。ここからはキャンペーンの詳細ですね。 まず、キャンペーンのページにてエントリーが必須となってまして、期間中に対象加盟店で楽天ペイ決済をしたら10%分の楽天スーパーポイントがもらえると。そして、もらえるポイントは期間限定ポイントで、ボーナスの申請は2019年の11月末日頃、上限は1人当たり1000ポイントまでとなっています。で、補足情報として2つありまして、まず1つ目は、楽天ペイでネット決済は対象外ということなので、まあ、例えばそのブックオフだったら、ブックオフのオンラインショップなどでも、購入し して次、丸2番は楽天カードを持ってない方でもキャンペーンの参加は可能ということなので、まあ、以前も動画でもお伝えしたかもしれませんが v i s a p r e ドカードのキャッシュとくっつけて使われる方も結構視聴者さんでもいらっしゃるみたいなのでまだ楽天ペイを使おうか迷っている方はその方法で試すのもいいのかなと思います。 ちなみに楽天カードをお持ちの方であればこちらの期間中ずーっと5%還元のキャンペーンが9月いっぱいまで開催中ですが今回はこのキャンペーンと先ほどお伝えした下の10%ポイントバックキャンペーンそれぞれで還元がされるのでこれは楽天カードをお持ちの方であれば最大でも15%還元が可能なのでぜひ期間中に対象加盟店に行かれる際は楽天ペイを使用してみるのも一つのお得な方法ですね、まあ、そんなこんなで今回は楽天ペイ9月の10%ポイントバックキャンペーンについてお伝えします まあ、楽天ペイは相変わらず20%還元などの大きなキャンペーンはしてないんですけどもなんだかやっぱりこう安定感がある印象がありますね、まあ、一応下の概要欄に今回のキャンペーンのリンクも貼っておきますので気になる方はキャンペーンのページをしっかり読んだ上で始めてみるのもいいのではないでしょうかということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました